クルルとサナさんとスズとユカです。新年明けましておめでとうございます。元旦スペシャルということで逗子に来ております。見てください、この絶景。素晴らしいじゃないですか。素晴らしい。こんな綺麗なところに来てます。タイマニーハウス、3階建てと地下1階と屋上、すごいよね。光ってていいね。四方逆光なんですけどね。逆光です。でもすごくない？だってドラマチックだよ。めちゃくちゃ日没に 日没見れるじゃん。ねえ、すごい、すごい反射していい元旦ですね。いいね。嬉しい、ありがとうございます。くつろぎ。綺麗すぎる。すごい綺麗だね。あ、テラハ出演おめでとうございます。ありがとうございます。カップルマッチングタイムある。誰も来ないみたいな女性メンバー女性だけで見ず知らずの職業バラバラみたいな感じが集まってきます。一人ずつじゃあ紹介してもらおうかな。アパレル店員23歳のサラサです。趣味は映画鑑賞とカフェ巡りです。事務員のカナエです。26歳です。サモエドカフェのオーナーです。あ、やっぱ一番お金持ってそうな雰囲気ありますもんね。いちごミルクです。突然の不足症みたいな。そのみんなでシェアハウス頑張っていきましょう。よろしくお願いします。頑張ってください。何歳ですか？あ、20歳です。あ、20歳でサモエドカフェのオーナー。サモエびっくり。え、何やってるの？ジムですね。ジムインストラクターとかじゃない？あ、ジムじゃなくて。あ、ジム。ジムです。おー。
CM。 CM 出演できません。すごいなさい。できなかった今の。左右。鉄ベッド。うまっ。ちょっと待って。ちょっと CM としてはどうかなって感じですね。でもやっぱでも背景がいい感じだから CM として起用される。めっちゃ冷たいよそのビール。なんか部屋が暖かいから。あとは若い人が飲むやつ。はい。すごいね今の。うん、健康充実だった。怖っ。確かに。確かに。怖かったわ。健康充実だ。すごい海。私も犬持ってきたい。あの天気大好きなんだよ。犬頼める。ルカちゃん、ジジ、ルカちゃん、トマカラシ。何が欲しいんですか？私はお目当ては大トロ。大トロ？大は小を兼ねますから。うん、おお。あ、すぐ切れた。いきます。せーの。あ、大トロです。よかった。黄土色の。大鳥屋さん、おそろいじゃん。こんなところにいましたパパ。ゴールは
言えません。言えません。でもちゃんと住所と名前言った。住所言い間違えて新しく言い直した。私もそう。いやー、すごく良かったですね。お守りも買えて、すごい可愛いお守り買ったんですけど、私が買ったお守りはこちら。可愛いって思って一目惚れして買いました。この人マリオで泣いてます。泣くことあるこの映画。でうるかちゃんも泣いてたよね、ちょっとね。かっこいいじゃん。どっちが好きなの、うるかちゃんは。ルイジに惚れちゃう。でもクレルはキノピオでしょ。いや、キノピオはちょっとうるかちゃんのお客さんに似てる人がいる。そうなんだ。何作ってるんですか。焼きそばです。ご飯屋さんやってないんだったら作ればいいかな。確かに。なんとおつまみを作っています。クルルは何担当ですか。タコブス。これはちなみに皿に移しただけ。タコブス担当のクルル。焼きそば担当。残してもしょうがないから全部入れて、とりあえず。なるほどね。残ったらまあ考える。はい、乾杯。乾杯。こんな感じで元旦を過ごしています。幸せな日ですね。うん、それを擬音で表すとしたら何ですか。ピーキー。初めてこれをしたのいつですか。まだ子供、うん、この日ですみたい な, なんか決定的なその日がない。それくらい飲んだ。でも結構飲んだ気がする。入ってんな。確かに人生で楽しみしかない。おふん半分ぐらい飲んだよ。メーター最後やっぱ感じちゃいました。3、5、9しました。口に含むフリーじゃないですか。5ミリリットルぐらいしか飲んでない。海岸ダッシュするよこの人は今日。あ、でも飲みやすいですよ。でも量多いけどね。